頑張るぞ。頑張るぞ。いらんなこれ。絶対使えよ。めちゃくちゃね暑いんですけど、でも頑張りましょう、ね。もう暑いんですけども。暑いんですけども。頑張ろうね。はい、よーい。よーい、はい。平成語、令和語じゃなくない？あ、でもそうかもね、令和語ではないです。令和語じゃないかも。踊りたい、この芸人だって。敵外線みたいな、うん、こうやってやりたい、こうやってあの、ドキドキする。あの、メールマスク、メールマスク、いい、イエーイ、せーのどう？しかもさ、えしてこっちにもなったの。ねえ、すごい。ガラケーって楽しいね。やば。楽しい。あ、音なんないのこれ。え、撮ってた？本当だ。なんかさ、いらな。絶対ね。我慢してた今。心の声。あー、帰ってきた。こちらこそありがとうございます。今入力中。やばい、キュンキュンする。はい、じゃあ本番いきます。よーい、はい。よく入ります。今日も頑張りましょう。頑張りましょう。今日もお願いします。これからはどういうシーンですかね。メール送ってないですかね。また、それは内緒で、内緒で。なんかムカつくこと言ってる、したら今日もそういうね、それはね、何をしてたんだ。うそい、それはそれはうざい、そんなんわかるやん。ずっともずっとも、永久不滅。うちら最強、うちら最強。はい、よかった。曲聴いてみてどうでした？ね、曲良くないですか？めっちゃめっちゃいいですよね。好きな感じです。普段聴いてるような雰囲気の曲でした。わぁ、よかったっす。曲聴いてみてどうですか？え、いいよ、いいって話してたのにさ、全然撮ってなかったよ。撮った撮った。うん、嘘で嘘で撮ったね。嘘で、めっちゃいいよね。撮影した感想を教えていただければと思います。楽しかったです。暖かかったです。以上。でも結構同い年ぐらいのスタッフさんと相方とでやらせてもらったんで、すごいやりやすい雰囲気で、ね、いい現場でした。楽しかったです。楽しみです。公開がね、どんなになるかね。平成と令和っていうのも面白かったもんね。そうだね。ね。それが平成にテンション上がった。ね。
どんな感じで編集されるのか、ね、楽しみ。想像できないし、うん、お互いの共演してみて、ちょっと2日間の印象とかあれば。いやないよね。もう元々仲良すぎてさ。まあそうだね。なんかでもちゃんとこうやって、なんだろう、恋人役みたいなのさ、なかったじゃん。うん、なんか変な感じしたよね。ちょっとやりづらさもありましたけどね。ね、あったね、かなり。あったけど、まあでも、ね、笑顔になるシーンはやりやすいよね。あ、めっちゃやりやすい。喋ってればいいもんね。けどちょっとね、喧嘩のシーンとかちょっとね、落ち着いてるところは、うん、笑いそうになって、そうだね、危なかった。ね。なんか現場の雰囲気だったりとか、感じとかってどうでしたか？現場の雰囲気は、あったかかったね。暑いぐらいね。うん、暑すぎたね、ちょっと。人多かったし、暑いし、みんなワーワー言ってるし、ありがとうとか言ってるし、よく分かんなかった。やっぱ年近いからね。ね。さっき友達感覚だったね。やりやすさはありました。ミュージックビデオでもやりやすくないとね。うん、できないよね。しかも2日間だったからね、今回。ピリピリしてると。硬くなっちゃって自然な感じが出ないもんね。うん、全然すごいやりやすくて、うん、いい絵が撮れたのではないでしょうか。ね、楽しみだね、うんうん、平成の印象と令和の印象みたいな。魔法よりもガラケーの方がいいなって今回見てて思ったわ。え、思わなかった？なんか逆にガラケー流行りそうだなって思った、ね。ガラケー流行りそうだよね。ガラケーの写真で撮った写真結構良かったよね、うん、エモかった。エモいよね、めっちゃ。だからデジカメとかが流行るのと一緒だよね、うん、ガラケー。フィルムとかさ、ガラケーも流行りそう。今後時代は繰り返すからね、うん、トレンドはね。まあ令和も令和でね、いいけどね。まあね、うん、便利な世の中なんですよ ね。 便利だし、今の子はみんなおしゃれだし。聞いてくれた人でのなんかね、見てくれてありがとうございます。でもなんかさ、見る子たちが若ければさ、平成初期って知らないわけじゃん、うん、うちらはギリギリ通ってるけど。だからなんかそういうのにもさ、曲もそうだし、そういうコンセプトにも興味持ってくれたらいいなって思うよね、うん、あとうちらは好きになってくれたらいいなってね。強いの、最後の最後の主張強いの。平成と令和の恋愛の仕方も違うから、ね、そこもなんか何回もこう何回も見ることで、その時によって感じ方とかも違いそうだし、すごい何回も見て曲と合わせてそのミュージックビデオを見てもらって、平成と令和のそれぞれの恋愛の仕方のこう違いを楽しんでもらえたら、確かにいいんじゃないでしょうか。いいですね、うん。